タヌキ湖の逆さ富士朝霧高原のタヌキ湖から望む富士山逆さ富士は富士山の風景を表す合唱の一つ水面に富士山が上下反転した形で映り込むその三栄あるいは本体と共に生み出される幾何学的景観を指している千円札 E 号圏の里面には元栖湖の逆さ富士が描かれている逆さ富士はその美しい姿から古くより 日本人にめでられてきた。江戸時代、葛飾北斎は、富岳36系のうちの、甲州三坂水面で、海国鶴群の川口湖に映る逆さ富士を描いている。近現代では、写真家の岡田紅葉が、元トス湖に映る逆さ富士を捉えた、古藩の春を発表し、第二次世界大戦後に1000円紙幣 e 号券と5000円、紙幣 d 号券との理面に採用された。 また、ダザイオサムは、三坂峠から見られる逆さ富士の眺望を、小説、富岳百景の中に描いている。現代では、日本人に限らず、カメラマンや画家をはじめとする多くの人々に高く、評価され、前述の紙幣理面のように衣装としても使われる。電車の表示板にも逆さ富士のデザインが存在する。湖面がない場時に見られる風景であり、 水面が穏やかで波がない状態ほどくっきりと映る。映り込む地域の名をとって、湖の逆さ富士、こと、逆さ富士などと表現されることが多い。富士五湖など山麓に故障が多い山梨県側に多く見られるが、静岡県富士山世界遺産センターは、建物のデザインと人工の水面で、逆さ富士を演出している。ダブルダイヤモンド、富士ダイヤモンド富士と、 逆さ富士の条件が合わさった状態を指す。富士山自体に見られるものと、水面に映るダイヤモンド富士と二つあるため、この名で呼ばれる。しかし、日の出時に、このような条件、状態になる、機械自体が少ないため、撮影は、非常に困難である。葛飾北斎室、富岳36系甲州海坂水面。 歌川広重、富士36系の会をさし勝しか飾北斎のは、海の国の名称や制業海の川の裏、富士を描いた作品を多く残しているが、北斎が海を訪れた記録は見られない。富岳36系は北斎が、天保元年から天保5年にかけて出版された、連作で、36図の内海側の裏、富士を描いた作品は6つあり、その中に、 逆さ富士が描かれた、甲州三坂水面がある。三坂は、三坂の意味で、甲府盆地から、川口湖へ抜ける、鎌倉王冠の三坂峠を意味する。甲斐の早期を、はじめ古くから、逆さ富士の名所として知られていたが、実際には、三坂峠から、逆さ富士は見ることができない。本体と三栄の位置関係が、天体章で回転を加えたようにずれており、しかも、 本体の富士が夏の姿でありながら、湖面の富士は雪をいただく冬の装いと、季節までもが対象をなす、凝った演出の幾何学的構図となっている。甲州三坂水面は三坂峠からの展望であり、従って視点ははるかに高いが、実景としては川口湖北岩の大石付近の視点と見られる。そして確かにその地点からの富士見の構図は、 手前の山との位置関係から、平行四辺形の学物的要素を提していて、今も当時と同じように見ることができる。ただし、北斎画とは左右の関係が逆である。なお、北斎没後の海へ2年に刊行された、北斎漫画13編無題においても、同様の逆さ富士を描いている。歌川広重は、安政6年に刊行した、富士36系。 ハのノ佐サ市において、同様に、三坂峠から見た、川口湖と富士山を描いているが、湖面に、逆さ富士は描かれていない。三坂峠は近代においても、名所として知られ、作家の太宰治オは1934年に、創業した、天下茶屋に滞在し、後に、小説、富岳百景を記した。富士五湖、田湖、足の湖などで、逆さ富士が望める。 ありがとうございます。